さあ今回はですね、このグループ間デモンストレーションランナーですけれども、スーパー GT 第5戦のですね、熱戦を前に、まあ懐かしいこの車両を皆さんたちにご覧いただいています。さあ、この通過の耐久レースと、まあ、伝統の通過選挙にもこのグループ機関が組み込まれてきた、そういった時代もありました。まあ、このグループ機関、今回ウクライナの人がですね、走っていますけれども、まあ、先ほどのロイヒーとですね、これ V8 だ、ドイツだ、ロータリーだと話していましたけれども、グループ機関はですね、ロイヒーで Thank you.